はい、それで本日はママに寄り添う管理栄養士の長澤明子さんのインタビューをさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、ご質問させていただきたいんですが、はい、長澤さんはどのような夢やビジョンをお持ちでしょうか。 はいえー、と私は食育のこと食育の大切さをあの広めていきたいなと思っていつも活動しているんですけれども、えー、とそのまあ一つ目が、えー、と離乳食のまあ大変さ にちょっと寄り添っていくようなサポートをあのしていける管理栄養士になりたいなと思っているのとあともう一つは食育、まあ、というところで離乳食終わった後でもその食育ってあの本当に日常の中でできることがたくさんあってでその中で本当にそのママと子ども、まあ、ママだけじゃなくてもいいと思うんですけれどもその子どもの、まあえー、笑顔が増えるというか本当に日常の中で一緒にこうできた できたねっていうのが育まれたりとかこう感じてるよっていうのを受け止め合うっていうことが本当にそのできるものかなっていうふうに思うので、まあ、そういったあの食育教室っていうところで本当にその日常の中でできたママと一緒に大人と一緒にこうできたっていうのが増えていくようなあの食育教室っていうのをあのやっていきたいなっていうふうに思っています。<ー>はい そうするほどじゃあ子供ですとかママがこう笑顔になっていくような、うん、その職教室を運営していきたいというような夢を持ちという。そうですね。なんかやっぱりこの最近、うん、あの核家族化が進んだりとかっていうのもあって、まあ昔は昔で違う問題もあったと思うんですけど、まあ最近ではそういう核家族っていうところが進んできて。 で離乳食しかり、食育しかり、初めての育児で本当にその分からないことだらけで、その上にその誰か頼れる人があのいない、誰に頼ったらいいか分からなかったりとかっていう、そういう中で育児をするっていうのは、すごく大変なことだと思うんですよね。誰に聞いていいか分からない中であの育児をするっていうことが。なので、そういう、まずはそのお母さんっていうのを。 サポートしてあげることでその、えー、ママがその育児をしやすい、まあ、育児に苦しまないというか自分、まあ、もっと言うとこう自分らしく育児ができる、まあ、ちょっと大きく言い過ぎると、まあ、社会とかっていうところを何か貢献できていけたらすごいいいなと思ってそういった活動をしています。 やっぱり子どもを育てるのがお母さんっていうのがあるのでの、うん、まずはそこをサポートしていきたいなっていうのが一番にあります長澤様自身があのお母さんという立場でもあるかなと思うんですけど、はい、そこのご自身の立場も踏まえた上でその何か、うん、やはり今の,そのお伺いした夢とはこう通じるところが何かあるんでしょうか そうですねそう夢と通じるそうです、ね、その私自身もおやっぱりその、まあ、私管理栄養士という資格を取ってから保育園それから医療センターで働いてきてでなんかその中で、えー、もともとその食育に携わりたいなと思って保育園や医療センターで経験を積ませていただいていたんですけれどもやっぱりその。 でも私はその子どもについて結構あの勉強したっていうようなところで自分自身もまあ最初に妊娠したのが何歳だったっけなちょっと忘れてしまっ十30過ぎてからと思うんですけれどもでえと出産をして自分の長女を育てている中で今まで学んできたことまあ産後こんなに大変になるんだ。 っっていうここととは今まででで学んんきたたになかったんですね何かこうやっぱりその、えー、それこそさっき冒頭で伝えたいお伝えしたように誰に頼っていいか分からなかったりとかその食事以外のことを、まあ、食事だったらある程度のことはちょっと理解はしてはいたんですけれども、まあ、それ以外のことでこんなに悩みが出てくるんだっていうこととか、うん、でもっとこう自分の専門の食ってなった時にですら やっぱりそのマニュアル通りに行かない育児マニュアル通りに行かない子供っていうのがやっぱりいてで、まあ、あの本当に具体的に言うと自分の子供が全然あの食べなかったっていうのがあるんですねすごく私は今までの経験からおいしい離乳食を作ってきたっていう自負があったのにもかかわらず子供があ,のあまり食べなかったで私も食べるのが大好きだったので自分の子供もも一緒に食べるのが好きなはずっていうふうに思っていたんですけど それはなん,かちなんか違うかもしれないって思った時になんかなんだろうちょっとこう普通と外れてしまったっていうような感覚とかそういうなんかことをちょっと覚えてしまってでそういった中でその学んだことっていうのがすごく多くてで、あのーまあ、子どもをその見ていく中で私はたまたま食事っていうのが。あのー 離乳食は作れたっていうののがあるので本当にいろいろな角度から見る余裕があってで見ていたところその自分の作り方投稿ううじゃなくてもっとその娘が何を感じているかっていうところをあの読み見てあげるっていうことをしてみようって思ってからすごくうーん、ま、その食べる食べないのジャッジをあまりしなくなったんですね。で娘が感じててることを大事にして あげるようになってからあの少しずつまあうちの娘は結果食べられるようになってきたんですけどなのでその見てあげてたところがちょっと違ったっていうところに、まあ、育児の面白さだったりとか難しさっていうのを感じつつもやっぱりそのいつも相談をあの受けていく中で、えー、その何て言うんですかね 自分ができ料理ができないんじゃないかとか自分がやっぱり悪いんじゃないかってやっぱりその家族とかの頼れる場所が近くになかったりとかっていうところでうんあの育児が、まあ、まあお食事とか育児がねつらい。 もの苦しししいいものに少しずつなっっていてしまううと思うんですよ最初は生まれた時はすごくもう本当に愛おしくて嬉しくてこれからっていうふうに思っていたところやっぱり産後のこの大変さ育児の大変さっていうのは誰も多分あの初めての体験なので分からなくてそういうふうになってしまうっていうのを私自身もやっぱり体験したのでそれをまたその、うん、もし同じように困っている方がいたらあのサポート していけたらもっとこう育児があの、まあ、楽,楽ではないとは思うんですけど幸せを感じるようなものになっていてその一人一人が、ね、あの増えていったらもっとこう街がというか社会があの明るくなっていったらいいななんていうあの思いを持ってっていうところでちょっと話がずれちゃったかな大丈夫ですかね。 ありがとうございい。ます。はいはい、ではですね次の質問なんですけれども今お伺いした夢というのを具現化するためにどのような目標や計画を立てていらっしゃいますでしょうかはいそうですねまず一つ目がその離乳食っていうところなので、まあ、目標としては、えー、と離乳食の,その皆さんの悩みになるところを、えー、何であるのかっていうところをお ちょっとこうもといて、紐解いていって、もしそこで必要な情報があれば、まあ、私が持っている情報とか知識とか、その方に合ったものを提供することで、あの少し心が軽くなっていけるようなあ離乳食教室っていうのを、えー、していきたいなっていうふうに思っているのと、またその まあ、あの皆さんの前でやっぱりそのお話できないようなこととかもあると思うのであの個別での離乳食相談っていうところをあのしていきたいなというふうにまして、まあ、今もしているんですけれどもあの思っています。でそれからあと食育教室あもあの1つあるんですけれども食育、まあの方では目標というと、まあ、最終的にはあの地域の中であの子どもたちがあ 気軽にそのお家だとどうしてもそのね各家族っていうところもあったりどうしてもお母さんが一人で見なきゃいけないっていうこともあってあのなかなか子供のすることって突拍子もないことだったりするのでなんか始めてくれたのはいいけどすごい掃除が大変だったりとかして。 やらせてあとは例えば包丁とか握らせるの一つとってもあのちょっと怖くて,あの見,てあげられ見ていられなかったりとか見てあげられなかったりとかっていうのはすごくあると思うんですけどあのそういったこともその場所に行けばあのみんなでそのチャレンジができたりとかあとはそのみんなで作ってみたりっていうような経験ができるような、うん、本当に食って。 あの五感をフルに使う、まあ、食っていう,っていうか、まあ、食,を食事を作るっていうことを通してあ本当に味覚だったりとかいろんな感性を使う本当に五感を使うあのものだと思うのでなんかそういったところを気軽にこう体験できるような将来的には教室を持ちたいなというふうには思っています。でそうですね、で今その、まあ ただそ,の、まあ、そういう場所があるっていうのも一あのそういう場所を持ちたいなっていうのも一つなんですけれどもやっぱりそのあ食ってこう日常どうしてもまあ人って、ね、1日3食、まあ、あるいは2食の方もいらっしゃるかもしれないですけれども毎日食べているっていうところでんと日常の一部だと思うのでやっぱりその日常の中でその一緒にその食っていうのを楽しめる機会 があったらうーんもっといろいろな経験その一緒にいろんな経験ができるチャンスがあるんじゃないかなっていうところも一つ考えているのでお家でできるようなお料理だったりとか本当にそのキッチンをなるべく汚さないで、うん、あのできるようなお料理だったりとか、まあ、まずお料理がハードルが高い方はおやつからだったりとかあの本当に。 そういうママがな,なるべくイライラしなくてもできるようなもしくはパパでもできるようなそういう食育教室オンラインでの食育教室っていうのをあの少しずつあのやっていきたいなというふうに思っているところですありがとうございますでは、はいえー、その目標や計画に対して、はい、現在どのような活動をされていらっしゃいますでしょうか、はい、えっ、ー、と そうですねやっぱり離乳,食離乳食のところはあの、まあ、今その対面っていうところがなかなか難しかったりっていうところがあるのでオンラインでそのオンラインの良さって、えー、その何かどこかにこうお母さんたちが出かけるといろんなその赤ちゃんが危険がよくあの過ごせるようにってミルク持ったりとかいろいろ準備が必要なところ オンラインだったらこう在宅にいたままあの受けられるっていう良さもありますので、まあ、そういったそのオンラインでの離乳食教室っていうのをあの現在はあの行っています。で、えーとまあ、コロナのところもあって少し落ち着いてきたらその 対面でのその地域のちょっと場所を借りて、あのお母さんを集めて気軽にあの相談ができる人が地域でいるよ。っていうことをあの広めていきたいなと思っているので、まあ、そういったあの対面での離乳食講座というか、教室っていうところもあのやっていくっていうような予定があります。で、それからまえっ、ー、と。あとは今やっていることとしては、そのオンラインの離乳食教室と。あと個別の。 離乳,と離乳食の相談とといいうところをお受けしていますであと食育教室に関しては、えー、と現在は、えー、とおやつ教室子どものおやつ教室だったりとか、えー、とお料理教室っていうのを春休みとか夏休みでその本当に、えー、お子さんがいらっしゃる時に一緒にやるっていうような企画をいまして。で 今度夏休みにまたちょっと一回やる予定なんですけれども、本当に簡単な作業でまああのなるべくまあ一応私も管理栄養士なのでバランスの良い食事があの出来上がるっていうようなあのオンラインでのあのキッチンを予定しています、うん。あのそれくらいかな。今できていることはそんな感じです。うん、あの本当にお母さんと子供に寄り添ってあの活動されていらっしゃるんだなというのが。うん あのすごく伝わってきました。はい。<laughs> ありがとうございます。では四、えー、つ目の質問なんですけれども、はい、えー。そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは何でしょうか。はい。そこにはどのような発見や出会いがあったんでしょうか。そうですね。なんか私がその離乳食と食育をやろうっていうふうに思ったのきっかけはあのちょっと先ほどもちょっとお話ししてしまったんですけれども。うん の自分が、えー、保育園とかと医療センターであの食育というのに興味を持ったまあ食育というのに興味を持ったのは私が食べることが大好きだったからなんですけれどもうん、うん、それでその保育園と医療センターで働いてきた中で、まあ、自分の子供にあにどうやってその経験を生かせるかなと思ってやってみたところその思うようにいかないことばっかりだったっていう経験 っていうのが本当に一番のそのいややっぱりこれをやっていきたいっていう動機に今つながっているかなというふうに思っています。うんうん、ありがとうございます。うんはい、はい。ではですね。えー、はい。そのやはり最初に食育というのをあのやられていた中でまあ実際にそのお子様が、うん。 生まれてそこを実践しようとしたときによりこうそこのなんだろううまくいかなかったというかそこの、うん、そこでよりこうモチベーションが上がったということですよね。うんうん、そうですね昔の自分 ちちっゃい子の自分とすごいいリンクしたっていうかその,自分の母親が割とやっぱり核家族ではなかったんですけれども、うん、その慣れない環境の中で、えーとまあ、それこそ一人で孤軍奮闘するというような、まあこまあ、周りから見たらそういうふうには見れ,見れなかったかもしれないですけれども母親なりに孤軍奮闘していたというところで、うんうん、それをなんかやっぱりこう私は長女ということもあって幼いなりにあのそれをすごく多分感じていてで割とその。 うん、行き場のないその気持ちっていうのがやっぱり子どもにもすごく伝わるんですね直接伝わったこともあれば間接的に伝わることも <laughs> あればっていう形であのすごく伝わるっていうことがあってでやっぱり子どもはママのことがすごく大好きなんですよねで私も結構今までその母親が大好きなんてあ,のあまりその思ったこと おかかししななな話になるかもしれないですけどあ,のあまり母親との関係が良くなかったので思ったことがなかったんですけれどもやっぱり自分が育児をしてみてあの母親の立場になってみて、まあ、その環境が違いとこんな思いをして育ててたんだっていうのがあのすごい分かるようになったんですね。でやっぱりその追い母親がその追い詰められてしまっている環境っていうのはその子どもにとってもやっぱり良くないし。 もちろんそのお母さんにとってもあのすごく、うん辛い人生の中で辛い経験になってしまうっていうのを自分が親になってそこでまあちょっとリンクしたっていうのがあってで自分は多分母親を助けたかったっていうのがあると思うんですけれども、まあ、自分が母親になって同じような、まあ、経験をしてやっぱりそこがその今の活動にすごいつあの深くつながっているなっていうのがあってやっぱりその母親を助けてあげたい。 助けてあげたいというと、ちょっとおこがましいですけど、まあ、あうん。なんていうんですかね、母親らしく、子供らしく、あの生きていける、れ、生きていけるような。世界というか、社会というか、街というか、そういったものを実現していけたらいいなというふうに思っています。うん、ありがとうございます。では、最後の質問なんですけれども、はい、その発見や出会いの背景には、何があったんでしょうか。はいうん そうですね、なのでなんかその部分あそうそうその部分もやっぱりその自分の母親があのそういうなんだう本当に一人で誰にも気持ちを吐けない状況で育児をしていたっていう,うところに自分がその立ち返れたっていうところ じゃなないいいかっってててう,うに思やっぱりその子供ながらに大変そうだなっていうのは思っていたんですけどやっぱりその直接憤りをぶつけられるとこう私としては何て言うんですか、ね、私が悪いのかなとか、うん、やっぱりその、うん、私が駄目だからとかやっぱりそういう方に向いてしまったっていうやっぱり経験があってその当時は。 うん、なんか助けてあげたいっていう気持ちはきっとあったんでしょうけど、うん、なんか多分助けてあげられなかったっていうのが自分がダメっていうふうに向いちゃったんだろうなっていうのもすごい感じているのでなんかそういった気づきがやっぱり大人になってから自分が育児、まあ、特にその大,大得意だと思ってた離乳食でそれを感じたっていうことがあるので、うん、なんかそういう。う まあ背景というか、うん、そういう自分の中での気づきっていうのが大きいのかなっていうのはすごい思っています。でまあちょっと一方でそのうち私の場合はその核家族ではなかってみんなで暮らしていたので<ー>得意な人があの私にその職を食 私がんもともと好きだったっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、いろんなことを教えてくれたんですね、うん、それこそたけのこご飯だったりとか,なんか山菜を使ったなんとかとかでそれがすごくその自由にいろんなその工夫をしながらその大人が受け入れてくれてやってみた,やってみた経験っていうのがすごいあの自分の中ではあの楽しい思い出になっていてなんかそれがやっぱりその私の生きる上でのやっぱり原動力 や自分がやってみたことを形にしてできたって言ってその相手がおいしいって感じてくれるっていうあの言ってくれるっていうそういったところはすごく自己肯定感につながっているというかなんか自分らしく、うん、あの生きれているなっていう原点にもなっているのでその部分も、まあ、食育の中で伝えていけたらいいなっていうような思いの、まあ、背景の一つですね。なるほど食を通してその やはりお母さんと子供にこに両方にアプローチされているのかなと思ったときに、うん、やはりそ,のそれを通してなんか親子関係をこう見直すしているというか、はい、なんかそこの活動でもな、うん、あるのかなというのをあのすごく感じたのと、はい、すごくやはり長澤さん自身が食べるの好きなんだなというのもさ、はい、せていいたただきまましありがとうござすありがとうございます。 それでは最後はの、えー、視聴者の方にメッセージを一言お願いいたします私自身は本当に出産後っていうところの活動でまだまだの部分があるんですけれどもやっぱりその職を通じていろいろな感覚とかあとあの人とのつながりができることとかそれからその,その人らしく 食べるっていうことを通して、その個性その,そのままでいいんだっていうところを伝えていきたいなっていうふうに思っています。なので、あの今うん、もし、なんか食のことで悩んでいる方とかいらっしゃったら、あのぜひあのご相談に来ていただけたら嬉しいです。それから、食育教室のご参加もお待ちしています。ありがとうございました。ありがとうございましたそれでは、インタビュー終わらせていただきたいと思います。本日はどううもありがとうございました はい、ありがとうございました。